面白い大人、ゲストは写真家の佐藤健二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ね、クレイジージャーニーで出てくる、ね、あのメガネの人は誰なんだっていう、ね、ね、ね、世界各地を、はい、どっかのバンドのベースの人かと思ってた。本当なんかシュッとされてて、はい、ね、違いますということでそうですよ、はい、違うんですけど、はい、写真家とまずね、プロフィール紹介させていただきます。佐藤健二さんは1978年生まれの写真家です。武蔵野美術大学を卒業後、アメリカサンフランシスコの大学に留学されるんですが、ある時大学で課題が出されました、うん、別の州の土地を撮影してきなさい、うん、佐藤さんの頭に浮かんだのはネバダ州にあるアメリカ軍の施設エリア51。施設周辺は立ち入り禁止で異常な緊張感。それなのに近くの街は観光地化していて宇宙人の像が立っている、うん、そんな不思議な場所や奇妙なものにはまってしまった佐藤さんは、その後 UFO の聖地を訪ね南米に行ったり、雪男を調べにヒマラヤに行ったり、なんだかんだしているうちに今に至ったそうです、うん、写真集奇界遺産、奇界遺産2は4000円以上にもかかわらず異例のベストセラー。TBS テレビのクレイジージャーニーのパイロット版ではインドネシアにある青く光る山を撮影し大反響。そして5月にですね、発売となりました世界の不思議な遺産や伝説を地図にした本、世界不思議地図ザ・ワンダーマップもすでにもう重版がかかっているということで、今大人気の写真家佐藤健二さんです。ねえ、ね、何滝さん、機械遺産持ってるんですか？機械遺産持ってますよ。へぇ、はい、写真集、うんうんうん、あの帯が、漫画太郎がね、あ、はい、書いてるやつですけども、はい、持ってますよ。いや面白いところってまだまだいっぱいあるんだなって思いますしね、はい、で、知らないことって多いなっていうのはそこでもと思いますよね、やっぱりね。今まででも何カ国、まあ、都市にしたら大変な数だと思うんですけど、何カ国ぐらい行かれたんですか？今までですね、大体100カ国ぐらいですね、はい、やっぱりね、こう全然そういうものに疎い、まあ、我々というか一般の感覚で言うと、はい、まあ不思議な場所、筆頭はピラミッドだったりとか、はい、まあ、そういう、まあ、ストーンヘンジだったりとか、はい、ああいうものっていうのはパッと頭に浮かんだりするんですけども、はい、こう国別で言うと、はい、どの国がやっぱちょっとその不思議なものっていうのが多いんです？何をもって不思議かっていうのはまたいろいろ尺度があると思うんですけど、うん、単純にやっぱその例えば UFO だったらアメリカだったりとか、うん、あとはなんかその何ですかね、変わった人が多いとかだったらやっぱインドとか、ああ、そうか、まあ、あと中国とか、サドゥみたいな人とか、まあそういう、そうですね、はい、はい、あと中国もやっぱいる、中国もやっぱなんか、なんていうか、むちゃくちゃなものが多いというか、あの変なテーマパークとか変なマンションとか、なんかこう、まあ、お金があって土地が広いとこって言われて、やっぱ変なものが作られがちかな。お金があって土地が広くて規制が甘いっていうところ、そうですね、はい、その辺は無茶が効くところとか、野放しになっていくのが多い、ね、はい、チャキさん、ほら国内のね UFO 事情を知りたい、だからね、いろいろその UFO 目撃団みたいなやつもあったりとか、うん、それこそどこどこにね UFO 呼べるおっちゃんがいるみたいな話とか、いろいろ国内とか日本人 UFO 好きじゃないですか、うんうん、なんだかんだ言って、はい、でそうなってくるとやっぱりその国内にも一人や二人宇宙人がもう潜んでいたりとかしてんじゃねえかっていう人とかっていうのはないですか、はい、うん、潜んでる、まあそういうこと言ってる人もあのいますけど、はい、そうですね、まあ日本だと最近はあんまり聞かないんですけど、昔あの70年代とか80年代ですね、うん、結構日本でもいろいろな事件が起きていて、うん、まあ、有名どこで言うとそのあのケラ事件っていう事件があるんですけども、うん、それがまあ面白いかなと。ケラ事件、はい、なんでケラ事件というものを簡単に私説明させていただきます、はい、ケラ事件って漢字なんだね。そう、はい、貝っていう字に介護の貝、介護の貝に良い、はい、でケラ事件、はい、これ1972年高知県のケラに住む13歳から14歳の少年が田んぼで UFO を発見します、うん、次の日お友達数人で田んぼ見に行くと、田んぼの真ん中に UFO が落ちていました。うん、一人の少年が UFO を袋に入れて持ち帰るんですが、何？次の日には消えていたそうなんです、うん、さらに翌日また田んぼに UFO が落ちていました、うん、少年たちは UFO を捕まえては消えて逃げられるっていうことを何度も繰り返したということです。これまず UFO が落ちていたって表現もどうかと思うんですけど、 UFO 落ちている UFO を袋に入れて持って帰って消えちゃって、消えて、はい、それを繰り返した、はい、何なんですか、本当なんですか？そうですね、
もう本当にこういう事件なんですけど、うん、当時ですね、そう中学生の少年たちが田んぼで見つけて、それを一回家に、まあ、水かけたりとか、なんかブロックをぶつけたりとかして、うん、反応を見たんですけど、反応がないから、うん、一人の少年がそれを家に持って帰るんですよ、うん。で、みんなでなんかお菓子とか食べたりしてる時に、降ってみたらなくなっていて、うん、で、どうしたんだろうと思って、また翌日行ったら、また同じ場所に、その、UFO っていうか、小型の本当にサッカーボール台ぐらいのものなんですけど。あれだ、だけ12番街の奇跡でしたっけ、あ、はい、あのぐらいの感じのサイズのものが飛んでる、はい、落ちてたってこと。そうですね、じゃあ、はい、小型宇宙人が乗ってる、そう、ね、乗ってるとすればですけどね、そういうことなんですか。そうですね、それでまあ、この事件が特異というか、奇妙なのは、まあ、当時それ当然、まあ、これ子供たちのいたずらじゃないかって思うと思うんですけど、うん、まあ、その後ですね、いろんな専門家の人とか、それこそ少年たちの両親とかですね、いろんな人も見てるんですよ、実際に。うん、で、中を見たら、そのなんかその、こうなんていうんですかね、ボールを半分に切ったようなお椀のような形なんですけど、なるほど、はい、その中でなんかこう、ピカピカ何か光ってるのが見えたと。はい、とか、という変なエピソードがたくさんあって、はい、あとはまあ、その、誰かにですね、なんか大人に見てもらおうって言って、少年たちがそれをビニール袋にまた包んで、うん、腕にくくりつけて、うん、自転車に乗ってそっちに向かってる最中に急にこう腕が引っ張られて、うん、で、その自転車が倒れちゃうんですよね。転倒して、で、袋の中見たらもう UFO がなくなってるとか、うん、なんかそういうことがたくさんあったんですよ。で、まあでも、あくまでやっぱ子供が言ってることなんで、まあどこまで言ってもあれじゃないかって思うんですけど、うんうん、まあ、例えばですね、そう、実際その作家の遠藤周作が当時、はい、アーンってありますよね、うん、今もありますけど、はい、ファッション誌。ファッション誌、はい。あれで遠藤周作はなんかその不思議系のこう連載をやっていて、はい、実際そこに調べに行って、少年たちと話を聞いた結果、まあ、少年たちがその事実関係をめぐって言い争いを始めたそうなんですよ。で、その状態っていうのがすごくリアリティがあって、少なくともなんか口裏合わせたらみんなこう、誰かが黙ったりとかし、こう、やるじゃないですか、うん。だけどこう、みんなが言い争いを始めるくらいなんか本気な感じで、うん、遠藤周作もこれ何かあったとしか思えないっていうふうに書いていたりとか。まあ、UFO かどうかわからないけど、何かがここであったんだろうな、そうですね。はい。で、まあ、あと、八尾純一さんもですね、当然言ってまして、はい、で、やっぱりいろいろ調べた結果、大人にもインタビューしてるんですけど、まあ、あんなもの見たことがないっていうようなことを言っていて。はあ、はい、それからじゃあ、忽然と姿を消して、はい、ある時消して、もう二度と現れない、はい。そうですね、そういうこと何回か繰り返して、最後は消えちゃったままになったんですけど。で、僕も実際去年、ここに話を聞きに行ったんですよ。はい。で、まあ、その当時の生きてるでしょ、多分この72年に13歳、14歳って言ったら、ね。そうですね、今だから50から、60ぐらいの人たちで、うん、で、まあ、そのうちの一人の人は、まあ、例えば、結構10人ぐらいの少年が関わってるんですね、目撃したりとか。で、そのうちの一人の方にもお会いして、それ、今、高校の先生になってるんですけども、うん、例えばこれ、もし子供の時に嘘ついてて、引っ込みがつかなくなったっていうことだったとしたら、もうそれは答えたくないとか言うと思うんですけど、うんうん、その人に聞いてもですね、これ、いや、未だに何だったか分からなくて、逆に、分かるんだったら教えてほしいんだよね、みたいなことを。あ、詳細を話すんで、もし答えがあるんだったら俺に教えてくれと。そうですね。で、一緒に現場なんかも行ったりとかして、で、あとはまあ、そうですね。で、その後今度また、それちょっと別のラジオでそういう番組放送したんですけど、うん、そしたらその後ですね、また当事者の一人の方からまた連絡が来て、うん、で、やっぱり、本当のことだから、うん、なんですかね、逆にもうその佐藤さんに解き明かしてほしいぐらいのことをこう言われたりとか。そうか、写真とかは、はい、まだすまん、写真そんなに一般のようにないのかっていう感じだもんね。でも今話聞いてて、こう何か半分に、丸いもの半分に切った中でキラッと光ってる、うん、一寸法師もそうでしょって感じするもんね、やっぱね。その時代にね、それも一寸法師の時もそれ出てきて、うん、お椀の中になんかキラキラしたもの入ってるっていう、なんか乗ってる、イスモシだ、イスモシ UFO 説UFO 説確定しました今ね、不思議なことがありますけど、本題に参ります。世界の知られざる偉人エピソード一人目はこちらです。墓から蘇ったゾンビ男、クレアビル・ナルシース。1962年ハイチの小さな村に暮らすクレアビル・ナルシースが亡くなりました。家族は彼の死を確認してから埋葬。それから18年後、
ボロボロの服を着たうつろな目をした男が村に現れました。そして男は自らをクレアヴィルだと名乗りました。クレアヴィルは墓に埋められた後、見知らぬ男によって掘り起こされ、頬を撃たれて目を覚まします。その後、サトウキビ農場で奴隷として働かされていて、今そこから逃げてきたというんです。にわかには信じられないこの話。しかし、現地の人は彼の話を受け入れました。ハイチでは昔から黒魔術のある方法で人間をゾンビ化できると信じられていたんです。その方法とは、ゾンビパウダー。ゾンビパウダー。何ゾンビパウダー？ゾンビパウダーっていうものがあって、はい、それを人にもう食べさせるのか振りかけるのか分からないけど、はい、打つとゾンビになっちゃう。そうですね。まあ、ゾンビってあの今例えばその映画で、まあ、B 級的なこう、うん、ホラー映画とかありますけども。うん、もともとその配置で、まあ、生ける死者っていう言葉を指す、うん、意味するそうなんですけども、で、まあ、その実際ですね、配置とかって結構そのゾンビが社会問題にすらなっていて、うん、19世紀にはその、まあ、ゾンビ化禁止の法律とかそういうものもあったくらい、で、まあ、ゾンビ化禁止っていうのはどういうことかというと、ゾンビにする毒を盛るのをやめさせる法律なんですけども、それだけ流行っちゃったんですか、ゾンビにしようって。そうですね、そういうことがあって、まあ、何なんですか、そのゾンビパウダーっていうものは、正体は。ゾンビパウダーっていうのはこれ正確には中身っていうのは何なのかってまだ分かってないんですけど、はい、イギリスのですね、植物学者が結構いろいろこれを調査して、うん、でその結果なんかそのフグの毒とか、うん、あとはまあそのなんかそれこそ人骨をなんかすりおろしたものとか、なんかいろいろ植物を混ぜたりとかしてっていう独自のそのなんかレシピみたいなものがあるそうなんですけど、でそれをこう混ぜて作ることによって、その呪術師が使うゾンビパウダーっていうのができるそうなんですけど、でそれを人に定期的に与えることで一時的に仮死状態にできるそうなんですよね。でその一旦仮死状態になったところで、まあ、多くの人、その周りの人はみんなこの人死んだっていうふうに思うと思うんですけど、うん、それで実際にその埋葬して、まあ、それから数日後なんかにこう掘り起こして、で今度それを奴隷化するっていう、いやだからこのね、まあ不思議な話でちょっと思うと思うけど、で、まあ、オカルト寄りに考えたら、まあ、楽しいは楽しいんですけども、なるべくこれが辻褄が合うように考えると、はい、今奴隷が欲しいけども誘拐してきちゃうとことになるんで、はいはい、人を可視化できる、可視状態にできる薬を開発して、それで一時的に可視状態にして死んだってことにすれば、死んだやつだったら奴隷も何も関係ねえんじゃねえのっていうようなものなのかなとも思いますけども、はい、それ以上ひどい話っていうか、そうですね、どっちにしろっていう感じはありますけれどもね。これってでも記憶とかもなくなっちゃうんですかね、はい、いや記憶は うん、あるそうなんですよ。実際このさっきお話したそのクリアビル・ナラシスっていう人は、うん、最初にこう市場を歩いてる時にその自分の家族を見つけて、娘を見つけて、で俺がクレアヴィルだって言ったそうなんですね、うん、だけどまあ娘からしても、まあ、死んでるわけだし、うん、この人は何言ってるんだろうって思ったんだけど、まあ、だんだん村人がこう集まってきて、いろいろとなんかこうああだこうだ話してるうちにどうやら本当らしいってことが分かってきて、で本人だって分かったそうなんですけど、ただやっぱその薬をゾンビパウダーをですね、ずっと奴隷化された後もずっと与え続けられるらしいんですよね。ああ、そうなんだ、はあ、そうすると要はずっと意識が朦朧とした状態になっていくから、うん、まあ、記憶は多分消すまではいかないんでしょうけど、なるほど、朦朧としてるんじゃないですかね、はい、常にハードに酔っ払ったような状態そういうことですね、はい、させられちゃうってこと、はい、はあ、ゾンビパウダー、はい、ね、来週、リスナープレゼントちょっと怖いわ、やだ続いてはこちらです、はい、アメリカで最初で最後の皇帝ジョシュア・ノートン。建国以来大統領制を維持するアメリカ合衆国に皇帝がいたことをご存知でしょうか。アメリカ史上唯一の皇帝、彼の名はジョシュア・ノートン、うん、イギリスの資産家の家に生まれたノートンは1849年にサンフランシスコに移住。親から莫大な資産を受け継ぎますが、商売に失敗し破産。その後ノートンは奇妙な行動に出ます。
自分の失敗の原因は議会制民主主義にあると考え、新聞各社に自らの定義を宣言する手紙、皇帝宣言を送りつけます。うん、で、ノートンは視察として、視察と称して立派な軍服にね、杖を持って街を闊歩したり、南北戦争の、民主党、南北戦争の時のですよ、うん、民主党と共和党に勝手に朝廷を命じたりします。ここまでならただの変わった人なんですが、まあね、言い張ってるだけ。はい。うん、人々は次第にノートンを愛し、彼を皇帝と認めていくのです。なんすか、ベッケンバー的なことですか。なんなんだろう。はい、でもまあね、南北戦争の後だ、あと、まあでも当時、ね、アメリカの国内はその、うん、南北戦争があったりとかして内戦もあったりして混乱してるでしょうから、そうそう、まあそれにうんざりしてる人、うん、いる人々もいるでしょうし、うん、まあその何がそう戦乱の元になってるかっていうと、まあいろんな利権だったりとかいろんなこともあるでしょうから、うん、そうですね、そういうものが誰か一人のものが持ってれば大丈夫だっていうふうに考えたのがこの、はい、あ、そうですね、ジョシュア・ノートン、はい、まあそうですね、で南北戦争中だったんですけども、はい、でこれ朝廷を民主党とその共和党に朝廷を命じてるっていうか、うん、まあ、この人は最初にまずその皇帝宣言っていうのを新聞に送って、はい、でですね、多くの新聞社はそれを無視したんですけど、うん、一社だけそれがサンフランシスコクロニクルっていう結構大きい新聞が、まあ、それをすごく面白いジョークだと捉えて、うん、実際に写真とその掲載したんですよ、うん、でそしたらそれがまあ結構そのサンフランシスコ その市民に受けて、うん、でその後もそのノートンはこれまあ朝廷を命じたっていうか、まあ勅令っていうのをたまに自分で発していて、本当にそのそうですね、リンカーンとそのジェファーソンに当てて、なんかこれこれこういうくだらない戦争をやめた方がいいとかっていうことをやったりとか、うんうん、まあ、あとはそのサンフランシスコのどこどこになんか犬がなんかかわいそうな感じでいたから助けなさいとか、そういうことをいろいろこう勅令で定期的に命じていったそうなんですけども、はあ、うん、でもそれ人々は次第にノートンを愛し、彼を皇帝と認めていきまして、なんとなくその、はい、なんですかね、プロモーション活動が行き渡って、はい、じゃあそのノートンが皇帝でもういいかもなっていう瞬間があったってことなんです、はい、ってことですよね。そうですね、なんかまあだんだんその最初はみんななんだろうこれって話だったんですけど、うん、だんだんその、まあ、ノートンは本当に毎日自分でその軍服みたいなのを着て街をこう歩いてたそうなんですけども、うん、でまあ、だんだんノートンが歩いてるってなってみんなこう冗談で敬礼するようになっていって、うん、でノートンもそれに合わせてこう自分もこう、うん、うまいなんつって、うん、親民的な扱いをこうするようになっていって、うん、でそしたらまあだんだんその市が実際にそのノートンの職業欄を皇帝って書いたりとか、うん、まあ、あとはその銀行がですね、ノートン専用のなんかそのノートン用の紙幣を作って、うん、発行したんですよね。おー、ノートン用の紙幣を。ノートン、そうですね、ノートン用紙幣みたいなものを発行して、うん、でそしたらそれを市内の銀行がちゃんと米ドルとこう打換できるように認めたりとか、まあ、あとはそのレストランとか映画館で皇帝御用達のこうなんかこうなんですかね、席を用意したりとか。おお、なるほど、ね、そういう感じでだんだんそのサンフランシスコのマスコット的存在になってったっていうか、あれですかね、はい、アザラシのタマちゃんに市民権をみたいなやつの、あ、そうかもしれないですね、ノリの。そうですね、あれはアザラシだからいいけども、はい、ノートンって変わり者のオスももうあれおもろいから、もうみんなであれ皇帝ってことにしてちょっと面白がって暮らしていくのも悪くねえんじゃねえのって。で、まあ、レストランとかに皇帝の椅子1個作るぐらいだったら、ノリでいけるし、うん、それでノートもみんなも楽しんだったらいいんじゃねえのっていうような感じなのかしら。あ、かもしれないですね。ノリとしては、ね、サンフランシスコの人々がいい人たちですね。そうですね、もともと割と今もそうですけど結構リベラルな人たちが多いんで、うん、だからもしかしたらさっき滝さん言われたように、当時がまあ南北戦争だったりもしたんで、うん、なんかこの人の存在がそういう何ですかね、ものに対するアンチテーゼにもなってたのかなっていう気もちょっとするんですけど、はい、なるほど。新聞もあえてそれを取り上げたりとかで、っていう、まあ、市民のガス抜きとしてというわけじゃないですけど、はい、そのところもちょっとあったり。どうなっちゃうんですか、このノートンさんは最後で。実際その定位というか、うん、在位してた時間というのは、まあ、実は20年で、20年、はい、それで、1880年に、街の中で、まあ、脳梗塞で倒れて、うん、で、まあ、すぐこう人がこう救急車とか呼んだんですけど、まあ、そのまま亡くなってしまって、うん、という、まあ、割とあっさりした最後だったんです。じゃあその家族というか子孫たちというか子供たちは、はい、じゃあ次の王位は
自分でってことは言わなかったってこと。子供いなかったんじゃないですか、多分。ええー。一人暮らしで、最後にその、亡くなった後に、そのノートンの、まあ、皇居といいますか、うん、あの、まあ、マンションの一室だったんですけど、うん、そこを、こう、いろいろ調査したんですけど、うん、まあ、本当に、あの、10ドルぐらいのお金と、まあ、あとその、ノートン紙幣が少しあっただけで、うん、まあ、すごく、あの、お金も全然持ってなかったそうなんで。へー。これでも亡くなりましたっていうことって、また新聞に載ったりとかしたんですか？はい、そうですね、亡くなった時に、最初はその、うん、もうその、なんですかね、小さい市民用のその、お墓に入れられそうに最初なったんですけど、うん、その、町のお金持ちの人たちが、いや、それは絶対いけないと、もっとちゃんと立派な墓を用意してあげないといけないっていうことで、なんか募金をやって、ですぐになんか、かなりのお金が集まって、うん、で最終的にはその新聞もまあ、王は崩御せりという見出しをこう出して、うん、最終的にはその3万人くらいが参列したっていう、そうなんですけど。じゃあその、一生をかけて被いた人と、はい、その被いた人を認めて町に入れてくれた人たちの、はい、20年間の幸せストーリーってことですよね。そういうことですね。ね、はい、別にそんな悪い感じの後の話はなさそうですもんね。まあ、システム的に今から振り返るとめっちゃくちゃですけど、はい、当時はお互いそんな悪くない関係性だったってことですよね。そうですね。だからなんかあのもう新聞なんかも本当すごく彼のその死んだ時にはそのまあ歴史上で唯一誰も攻撃せずに誰もこう傷つけなかった皇帝とかなんかそんな感じで報じたりとか。話そうか、ふざけんなら一生かけてってことだよね。ねえどうなんだろう、どうわかんないけど、いやへえ、いやこれこれまだまだちょっと ね、あと2時間ぐらい話聞きたいんですよ ね、伺いたいんですけれども、お時間となってしまってです ね、はい、佐藤さんの本世界不思議地図ザ・ワンダーマップスは、うん、朝日新聞出版から税抜き3400円で販売中。いやこれちょっと読み応えありそうですよ。これで3400円ってね、はい、いろんなちょっとこれでね言葉とかもね覚えられるでしょう、本当にね。ね、はい、佐藤さんまたどっかいろいろ行っちゃうんですか、ね、次はどこ行くんですか。次はそうですね、多分アフリカとかそっちの方にまた、はい、またぜひ、はい、ね、ちょっとぜひお願いします、はい、読んでください、はい、ありがとうございます。今日の面白い大人、写真家の佐藤健二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。玉結び、玉結び、まあ、例えばですね、そう実際その作家の遠藤周作が当時、はい、アーンってありますよね、あの、うん、今もありますけど、はい、ファッション誌、ファッション誌、はい、あれで遠藤周作はなんかその不思議系のこう連載をやっていて、はい、実際そこに調べに行って少年たちと話を聞いた結果、まあ少年たちがその事実関係をめぐって言い争いを始めたそうなんですよ。でその状態っていうのはすごくリアリティがあって、少なくともなんか口裏合わせたらみんなこう誰かが黙ったりとかしこうやるじゃないですか、だけどこうみんなが言い争いを始めるくらいなんか本気な感じで、遠藤周作もこれ何かあったとしか思えないというふうに書いていたりとか、まあ、UFO かどうか分からないけど何かがここであったんだろうな、そうですね、はい、でまあ、あと八尾純一さんもですね当然行ってまして、はい、でやっぱりいろいろ調べた結果、大人にもインタビューしてるんですけど、まあ、あんなもの見たことがないっていうようなことを言っていて、はあ、はい、それからじゃあ忽然と姿を消して、はい、ある時消してもう二度と現れない、はい、そうですね、そういうことを何回か繰り返して、最後は消えちゃったままになったんですけど、で僕も実際去年ここに話を聞きに行ったんですよ、はい、でまあ、その当時の生きてるでしょ、多分この72年に13歳14歳って、ね、そうですね、今だから50から60ぐらいの人たち で、うん、でまあ、そのうちの一人の人は、まあ、例えば結構10人ぐらいの少年が関わってるんですね、目撃したりとか、でそのうちの一人の方にもお会いして、それ今高校の先生になってるんですけども、うん、例えばこれもし子供の時に嘘ついてて引っ込みがつかなくなったっていうことだったとしたら、うん、もうそれは答えたくないとか言うと思うんですけど、うんうん、その人に聞いてもですね、これ、いや、未だに何だったか分からなくて、逆に、分かるんだったら教えてほしいんだよね、みたいなことを。あ、詳細を話すんで、もし答えがあるんだったら俺に教えてくれと。そうですね。で、一緒に現場なんかも行ったりとかして、で、あとはまあ、そうですね。で、その後今度また、それちょっと別のラジオでそういう番組放送したんですけど、うん、そしたらその後ですね、また当事者の一人の方からまた連絡が来て、うん、で、やっぱり、
あの本当のことだから、うん、あの なんですかね、逆にもうその佐藤さんに解き明かしてほしいぐらいのことをこう言われたりとか。そうか、写真とかは、はい、まだすまじ写真そんなに一般のようにないのかっていう感じだもんね。でも今話聞いててこう何か半分に丸いもの半分に切った中でキラッと光ってる、一寸法師もそうでしょって感じするもんね、やっぱね。その時代にね、それも一寸法師の時もそれ出てきて、ね、お椀の中になんかはっきらきらしたもの入ってるっていう、なんか乗ってる、一寸法師だ、一寸法師 UFO 説UFO 説確定しました今ね、不思議なことがありますけど、本題に参ります。世界の知られざる偉人エピソード一人目はこちらです。墓から蘇ったゾンビ男、クレアビル・ナルシース。1900持ってるんですか？機械と持ってますよ。へえ、はい。写真集、うんうんうん、持ってます。あの帯が漫画太郎がね、はい、書いてるやつですけども、はい、持ってますよ。いや、面白いところってまだまだいっぱいあるんだなって思いますしね、はい、で知らないことって多いなっていうのはそこでもと思いますよね、やっぱりね。今まででも何カ国、まあ、都市にしたら大変な数だと思うんですけど、何カ国ぐらい行かれたんですか？今までですね、大体100カ国ぐらいですね、はい。やっぱりね、こう全然そういうものに疎い、まあ、我々というか一般の感覚で言うと、はい、まあ不思議な場所、筆頭はピラミッドだったりとか、はい、まあ、そういう、まあ、ストーンヘンジだったりとか、はい、ああいうものっていうのはパッと頭に浮かんだりするんですけども、はい、こう国別で言うと、はい、どの国がやっぱちょっとその不思議なものっていうのが多いんです？何をもって不思議かっていうのはまたいろいろ尺度があると思うんですけど、うん、単純にやっぱその例えば UFO だったらアメリカだったりとか、うん、あとはなんかその何ですかね、変わった人が多いとかだったらやっぱインドとか、ああ、そうか、まあ、あと中国とか、サドゥみたいな人とか、まあそういう、そうですね、はい、はい、あと中国もやっぱいる、中国もやっぱなんかなんていうか、むちゃくちゃなものが多いというか、あの変なテーマパークとか変なマンションとか、なんかこう、まあ、お金があって土地が広いとこって言われて、やっぱ変なものが作られがちかな。お金があって土地が広くて規制が甘いっていうところと、そうですね、はい、その辺は無茶が効くところとか、野放しになっていくのが多い、はい、そうですね、はい。チャキさん、はあ、ほら国内の、ね、UFO 事情を知りたい、ね、だからね、いろいろその UFO 目撃団みたいなやつもあったりとか、うん、それこそどこどこにね UFO 呼べるおっちゃんがいるみたいな話とか、いろいろ国内とか日本人 UFO 好きじゃないですか、うんうん、なんだかんだ言って、はい、でそうなってくるとやっぱりその国内にも一人や二人宇宙人がもう潜んでいたりとかしてんじゃねえかっていう人とかっていうのはないですか、はい、うん、潜んでる、まあ、そういうこと言ってる人もあのいますけど、はい、そうですね、まあ、日本だと最近はあんまり聞かないんですけど、昔あの70年代とか80年代ですね、うん、結構日本でもいろいろな事件が起きていて、うん、まあ、有名どこで言うとそのあのケラ事件っていう事件があるんですけども、うん、それがまあ面白いかなと。ケラ事件、はい、でケラ事件というものを簡単に私説明させていただきます、はい、ケラ事件って漢字なんだね。そう、はい、会っていう字に介護の会、介護の会に良い、はい、でケラ事件、はい、これ1972年高知県のケラに住む13歳から14歳の少年が田んぼで UFO を発見します、うん、次の日お友達数人で田んぼ見に行くと、田んぼの真ん中に UFO が落ちていました。うん、一人の少年が UFO を袋に入れて持ち帰るんですが、何？次の日には消えていたそうなんです。うん、さらに翌日また田んぼに UFO が落ちていました。うん、少年たちは UFO を捕まえては消えて逃げられるっていうことを何度も繰り返したということです。これまず UFO が落ちて、本当に毎日自分でその軍服みたいなのを着て街をこう歩いてたそうなんですけども、うん、でまあだんだん、ああノートンが歩いてるってなって、みんなこう冗談で敬礼するようになっていって、うん、でノートンもそれに合わせてこう自分もこう、うん、なんつって、親民的な扱いをこうするようになっていって、うん、でそしたらまあだんだんその市があの実際にそのノートの職業欄を肯定って書いたりとか、まあ、あとはその銀行がですねノートン専用のなんかそのノートン用の紙幣を作って、うん、あの発行したんですよね。ノートン用の紙幣を、ノートン、そうですね、ノートン用紙幣みたいなものを発行して、うん、でそしたらそれを市内の銀行があのちゃんと米ドルとこう打感できるように認めたりとか、まあ、あとはそのレストランとか映画館で皇帝御用達のこうなんかあのこうなんですかね、席を用意したりとか。なるほど、そういう感じでだんだんそのサンフランシスコのマスコット的存在になってったっていうか、あれですかね、はい、アザラシのタマちゃんに市民権をみたいなやつの、あ、そうかもしれないですね、ノリの、そうですね、あれはアザラシだからいいけども、はい、あのノートンって変わり者のオスも、もうあれおもろいから、もうみんなであれ皇帝ってことにして、
ちょっと面白がって暮らしていくのも悪くねえんじゃねえのって。で、まあレストランで校庭の椅子一個作るぐらいだったら、ノリでいけるし、それでノートもみんなも楽しんだったら、いいんじゃねえのっていう、ような感じなのかしら。あ、かもしれないですね。ノリとしてはね。サンフランシスコの人々がいい人たちですね。そうですね。もともと割と、今もそうですけど、結構リベラルな人たちが多いんで、だからもしかしたらさっき滝さん言われたように、当時がまあ南北戦争だったりもしたんで、なんかこの人の存在がそういう、なんですかね、ものに対するアンチテーゼにもなってたのかなっていう気もちょっとするんですけど、はい、なるほど。新聞もあえてそれを取り上げたりとか、っていう、まあ市民のガス抜きとしてというわけじゃないですけど、はい、そのところもちょっとあったり、どうなっちゃうんですか、このノートンさんは最後。で、実際その、経緯というか、在位してた時間というのは、まあ、実は20年で、はい。それで、1880年に、街の中で、まあ、脳梗塞で倒れて、で、まあ、すぐこう人が、こう、救急車とか呼んだんですけど、まあ、そのまま亡くなってしまって、という、まあ、割とあっさりした最後だったんです。じゃあ、その、家族というか、子孫たちというか子供たちは、はい、じゃあ、次の、おいを自分でってことは言わなかったってこと、子供いなかったんじゃないですか、多分。一人暮らしで、最後にその亡くなった後に、そのノートンのまあ皇居といいますか、マンションの一室だったんですけど、そこをこういろいろ調査したんですけど、まあ、本当に10ドルぐらいのお金と、まあ、あとそのノートン紙幣が少しあっただけで、まあ、すごく。お金も全然持ってなかったそうなんで。へー。これでも亡くなりましたっていうことってまた新聞に載ったりとかしたんですか？はい、そうですね。亡くなった時に、最初はその、もうその、何ですかね、小さい市民用のその、お墓に入れられ、中を見たらそのなんかその、こうなんていうんですかね、ボールを半分に切ったようなお椀のような形なんですけど、なるほど。その中でなんかこう、ピカピカ何か光ってるのが見えたと。はい。とか、という変なエピソードがたくさんあって、はい、あとはまあその、誰かにですね、なんか大人に見てもらおうって言って、少年たちがそれをビニール袋にまた包んで、うん、腕にくくりつけて、うん、自転車に乗ってそっちに向かってる最中に急にこう腕が引っ張られて、うん、で、その自転車が倒れちゃうんですよね。転倒して、で、袋の中見たらもう UFO がなくなってるとか、なんかそういうことがたくさんあったんですよ。で、まあでも、あくまでやっぱ子供が言ってることなんで、まあどこまで行ってもあれじゃないかって思うんですけど、まあ、例えばですね、そう、実際その作家の遠藤周作が当時、はい、アーンってありますよね、今もありますけど、はい、ファッション誌。ファッション誌、はい。あれで遠藤周作はなんかその不思議系のこう連載をやっていて、はい、実際そこに調べに行って、少年たちと話を聞いた結果、まあ、少年たちがその事実関係をめぐって言い争いを始めたそうなんですよ。で、その状態っていうのはすごくリアリティがあって、少なくともなんか口裏合わせたらみんなこう、誰かが黙ったりとかし、こう、やるじゃないですか、うん。だけどこう、みんなが言い争いを始めるくらいなんか本気な感じで、遠藤周作もこれ何かあったとしか思えないっていうふうに書いていたりとか。まあ、UFO かどうか分からないけど、何かがここであったんだろうな、そうですね。はい。で、まあ、あと、八尾淳一さんもですね、当然言ってまして、で、やっぱりいろいろ調べた結果、大人にもインタビューしてるんですけど、まあ、あんなもの見たことがないっていうようなことを言っていて。はあ、はい、それからじゃあ、忽然と姿を消して、はい、ある時消して、もう二度と現れない、はい。そうですね、そういうことを何回か繰り返して、最後は消えちゃったままになったんですけど。で、僕も実際去年、ここに話を聞きに行ったんですよ。はい。で、まあその当時の。生きてるでしょ、多分この72年に13歳、14歳って、ね。そうですね、今だから50から、60ぐらいの人たちで、うん、で、まあ、そのうちの一人の人は、まあ、例えば、結構10人ぐらいの少年が関わってるんですね、目撃したりとか。で、そのうちの一人の方にもお会いして、それ、今、高校の先生になってるんですけども、うん、例えばこれ、もし子供の時に嘘ついてて、引っ込みがつかなくなったっていうことだったとしたら、もうそれは答えたくないとか言うと思うんですけど、うんうんうん、その人に聞いてもですね、これ、いや、未だに何だったか分からなくて、逆に、分かるんだったら教えてほしいんだよね、みたいなことを。あ、詳細を話すんで、もし答えがあるんだったら俺に教えてくれと。そうですね。で、一緒に現場なんかも行ったりとかして、で、あとはまあ、そうですね。で、その後今度また、それちょっと別のラジオでそういう番組放送したんですけど、そしたらその後ですね、また当事者の一人の方からまた連絡が来て、で、やっぱり、本当のことだから、うん、なんですかね、逆にもうその佐藤さんに解き明かしてほしいぐらいのことをこう言われたりとか。そうか、写真とかは、はい、まだすごい写真そんなに。立ち入り禁止で異常な緊張感。それなのに近くの街は観光地化していて、宇宙人の像が立っている。うん、
そんな不思議な場所や奇妙なものにハマってしまった佐藤さんは、その後 UFO の聖地を訪ね南米に行ったり、雪男を調べにヒマラヤに行ったり、なんだかんだしているうちに今に至ったそうです。写真集奇界遺産、奇界遺産2は4000円以上にもかかわらず異例のベストセラー。TBS テレビのクレイジージャーニーのパイロット版ではインドネシアにある青く光る山を撮影し大反響。そして5月にですね発売となりました世界の不思議な遺産や伝説を地図にした本、世界不思議地図ザ・ワンダーマップもすでにもう重版がかかっているということで、今大人気の写真家佐藤健二さんです。ねえ、ね、何滝さん、機械遺産持ってるんですか？機械遺産持ってますよ。へぇー、はい。写真集。うんうんうん。あの、帯が、漫画太郎がね、はい、書いてるやつですけども、はい。持ってますよ。いやー、面白いところって、まだまだいっぱいあるんだなって思いますしね。はい。で、知らないことって多いなっていうのは、そこでも思いますよね、やっぱりね。今まででも何カ国、まあ、都市にしたら大変な数だと思うんですけど、何カ国ぐらい行かれたんですか？今までですね、大体100カ国ぐらいですね、はい、やっぱりね、こう全然そういうものに疎い、まあ、我々というか一般の感覚で言うと、はい、まあ不思議な場所筆頭はピラミッドだったりとか、はい、まあ、そういう、まあ、ストーンヘンジだったりとか、はい、ああいうものっていうのはパッと頭に浮かんだりするんですけども、はい、こう国別で言うと、はい、どの国がやっぱちょっとそう不思議なものっていうのが多いんです？何をもって不思議かっていうのはまたいろいろ尺度があると思うんですけど、うん、単純にやっぱその例えば UFO だったらアメリカだったりとか、うん、あとはなんかその何ですかね、変わった人が多いとかだったらやっぱインドとか、ああ、そうか、まあ、あと中国とか、サドゥみたいな人とか、まあそういうそうですね、はい、はい、あと中国もやっぱいる、中国もやっぱなんかなんていうかむちゃくちゃなものが多いというか、あの変なテーマパークとか変なマンションとか、なんかこう、まあ、お金があって土地が広いとこって言われてやっぱ変なものが作られがちかな、お金があって土地が広くて規制が甘いっていうところと、そうですね、はい、その辺は無茶が効くところとか、野放しになっていくのが多い、はい、そうですね、はい、ジャキさん、はあ、ほら国内のね UFO 事情を知りたい、だからいろいろその UFO 目撃団みたいなやつもあったりとか、うん、それこそどこどこにね UFO 呼べるおっちゃんがいるみたいな話とか、いろいろ国内とか日本人 UFO 好きじゃないですか、うんうん、なんだかんだ言って、はい、でそうなってくるとやっぱりその国内にも一人や二人宇宙人がもう潜んでいたりとか来てんじゃねえかっていう人とかっていうのはないですか、はい、うん、潜んでる、まあそういうこと言ってる人もあのいますけど、はい、そうですね、まあ日本だと最近はあんまり聞かないんですけど、昔あの70年代とか80年代で、で袋の中見たらもう UFO がなくなってるとか、なんかそういうことがたくさんあったんですよ。ほう、でまあでもあくまでやっぱ子供が言ってることなんで、まあどこまで行ってもあれじゃないかって思うんですけど、うん、あのまあ例えばですね、そう実際その作家の遠藤周作が当時アーンってありますよね、あの、うん、今もありますけど、はい、ファッション誌、ファッション誌、はい、あれで遠藤周作はなんかその不思議系のこう連載をやっていて、はい、実際そこに調べに行って少年たちと話を聞いた結果、まあ少年たちがその事実関係をめぐって言い争いを始めたそうなんですよ。でその状態っていうのがすごくリアリティがあって、少なくともなんか口裏合わせたらみんなこう誰かが黙ったりとかしこうやるじゃないですか、だけどこうみんなが言い争いを始めるくらいなんか本気な感じで、遠藤周作もこれ何かあったとしか思えないっていうふうに書いていたりとか、まあ、UFO かどうか分からないけど何かがここであったんだろうな、そうですね、はい、でまああと八尾純一さんもですね当然行ってまして、はい、でやっぱりいろいろ調べた結果、大人にもインタビューしてるんですけど、あのまああんなもの見たことがないっていうようなことを言っていて、はあ、はい、それからじゃあ忽然と姿を消して、はい、ある時消してもう二度と現れない、はい、そうですね、そういうことを何回か繰り返して、あの最後は消えちゃったままになったんですけど、で僕も実際去年あのここに話を聞きに行ったんですよ、はい、でまあ、その当時の生きてるでしょ、多分この72年に13歳14歳って、ね、そうですね、今だから50からあの 60ぐらいの人たち で、うん、でまあ、あのそのうちの一人の人は、まあ、例えば結構10人ぐらいの少年が関わってるんですね、目撃したりとか、でそのうちの一人の方にもお会いして、それ今高校の先生になってるんですけども、うん、例えばこれもし子供の時に嘘ついてて引っ込みがつかなくなったっていうことだったとしたら、あのもうそれは答えたくないとか言うと思うんですけど、あのその人に聞いてもですね、これいや未だに何だったか分からなくて、逆にあの分かるんだったら教えてほしいんだよねみたいなことを、詳細を話すんで、もし答えがあるんだったら俺に教えてくれと、そうですね、で一緒に現場なんかも行ったりとかして、であとはまあ
そうですね。で、その後今度また、それちょっと別のラジオでそういう番組放送したんですけど、うん、そしたらその後ですね、また当事者の一人の方からまた連絡が来て、うん、で、やっぱり、本当のことだから、うん、なんですかね、逆にもうその佐藤さんに解き明かしてほしいぐらいのことをこう言われたりとか、そうか、写真とか、はい、まだすまじ写真そんなに一般の家にないのかっていう感じだもんね。でも今話聞いてて、こう何か半分に丸いもの半分に切った中で中でキラッと光ってる、一寸法師もそうでしょって感じするもんね、やっぱね。その時代ね、それも一寸法師の時もそれ出てきて、ね、お椀の中になんかキラキラしたもの入ってるっていう、なんか乗ってる、一寸法師だ、一寸法師 UFO 説UFO 説確定しました今ね、不思議なことがありますけど、本題に参ります。世界の知られ受けて、うん、でその後もそのノートのはこれ、まあ、朝廷を命じたっていうか、まあ、勅令っていうのをたまに自分で発していて、本当にその、うん、そうですね、リンカーンとそのジェファーソンに当てて、なんかこれこれこういうくだらない戦争をやめた方がいいと、うんうん、っていうことをやったりとか、うん、まあ、あとそのサンフランシスコのどこどこになんか犬がなんかかわいそうな感じでいたから助けなさいとか、そういうことをいろいろこう勅令で定期的に命じていったそうなんですけども、はあ、うん、でもそれ、人々は次第にノートを愛し、彼を皇帝と認めていきまして、なんとなく、その、なんですかね、プロモーション活動が行き渡って、はい、じゃあ、そのノートンが皇帝でもういいかもなっていう瞬間があったってことなんです、はい、ってことですよね。そうですね。なんか、まあ、だんだんその、最初はみんな、なんだろうこれって話だったんですけど、うん、だんだんその、まあ、ノートンは本当に毎日自分でその軍服みたいなのを着て、街をこう歩いてたそうなんですけども、うん、で、まあ、だんだん、ああ、ノートンが歩いてるってなって、みんなこう冗談で敬礼するようになっていって、うん、で、ノートンもそれに合わせてこう、自分も、うまいなんつって、親民的な扱いをこうするようになっていって、うん、で、そしたらまあ、だんだんその死が、実際にそのノートの職業欄を皇帝って書いたりとか、まあ、あとはその銀行がですね、ノートン専用のなんかそのノートン用の紙幣を作って、うん、発行したんですよね。ノートン用の紙幣を、ノートン、そうですね、ノートン用紙幣みたいなものを発行して、うん、でそしたらそれを市内の銀行がちゃんと米ドルとこう打感できるように認めたりとか、まあ、あとはそのレストランとか映画館で皇帝御用達のこうなんかこうなんですかね、席を用意したりとか。なるほど、ね、そういう感じでだんだんそのサンフランシスコのマスコット的存在になってったっていうか、あれですかね、アザラシのタマちゃんに市民権をみたいなやつの、そうかもしれません、ノリの、そうです、ね、あれはアザラシだからいいけども、はい、ノートンって変わり者のオスも、もうあれおもろいから、もうみんなであれ皇帝ってことにして、ちょっと面白がって暮らしていくのも悪くねえんじゃねえのって、で、まあ、レストランとかで皇帝の椅子一個作るぐらいだったら、ノリでいけるし、うん、それでノートもみんなも楽しいんだったらいいんじゃねえのっていうような感じなのかしら。あ、かもしれないですね。ノリとしては、サンフランシスコの人々がいい人たちですね。そうですね、もともと割と今もそうですけど結構リベラルな人たちが多いんで、うん、だからもしかしたらさっき滝さん言われたように当時がまあ南北戦争だったりもしたんで、うん、なんかこの人の存在がそういう何ですかね、ものに対するアンチテーゼにもなってたのかなっていう気もちょっとするんですけど、はい、なるほど。だ、新聞もあえてそれを取り上げたりとかで、っていう、まあ、市民のガス抜きとしてというわけじゃないですけど、はい、そのところもちょっとあったり、どうなっちゃうんですか、このノートンさんは最後。で、実際その定位というか、うん、在位してた時間というのは、まあ、実は20年で、はい。それで、1880年に、街の中で、まあ、脳梗塞で倒れて、うん、で、まあ、すぐこう人が、こう救急車とか呼んだ後だったとしたら、もうそれは答えたくないとか言うと思うんですけど、うんうん、その人に聞いてもですね、これ、いや、未だに何だったか分からなくて、逆に、分かるんだったら教えてほしいんだよね、みたいなことを。詳細を話すんで、もし答えがあるんだったら俺に教えてくれと。そうですね。で、一緒に現場なんかも行ったりとかして、で、あとはまあ、そうですね。で、その後今度また、それちょっと別のラジオでそういう番組放送したんですけど、うん、そしたらその後ですね、また当事者の一人の方からまた連絡が来て、うん、で、やっぱり、本当のことだから、うん、なんですかね、逆にもうその佐藤さんに解き明かしてほしいぐらいのことをこう言われたりとか。そうか、写真とか、はい、まだすまじ写真そんなに一般の家にないのかっていう感じだもんね。でも今話聞いてて、こう何か半分に丸いもの半分に切った中でキラッと光ってる、一寸法師もそうでしょって感じするもんね、やっぱね。その時代ね、それも一寸法師の時もそれ出てきて、お椀の中になんかキラキラしたもの入ってるっていう、なんか乗ってる、一寸法師だ、
椅子帽子 UFO 説UFO 説確定しました今ね、不思議なことがありますけど、本題に参ります。世界の知られざる偉人エピソード一人目はこちらです。墓から蘇ったゾンビ男クレアビル・ナルシース。1962年ハイチの小さな村に暮らすクレアビル・ナルシースが亡くなりました。家族は彼の死を確認してから埋葬。それから18年後、ボロボロの服を着たうつろな目をした男が村に現れました。そして男は自らをクレアビルだと名乗りました。クレアビルは墓に埋められた後、見知らぬ男によって掘り起こされ、頬を撃たれて目を覚まします。その後サトウキビ農場で奴隷として働かされていて、今そこから逃げてきたというんです。にわかには信じられないこの話。しかし現地の人は彼の話を受け入れました。ハイチでは昔から黒魔術のある方法で人間をゾンビ化できると信じられていたんです。その方法とはゾンビパウダー。ゾンビパウダー何ゾンビパウダー。ゾンビパウダーっていうものがあって、はい、それを人にもう食べさせるのか振りかけるのか分からないけど、はい、とゾンビになっちゃう。そうですね、まあ、ゾンビってあの今例えばその映画で、まあ、B 級的なこう、うん、ホラー映画とかありますけども、もともとその配置で、まあ、生ける死者っていう言葉を指す、うん、意味するそうなんですけども、で、まあ、その実際ですね、配置とかって結構そのゾンビが社会問題にすらなっていて、うん、19世紀にはその、まあ、一人の人は、まあ、例えば結構10人ぐらいの少年が関わってるんですね、目撃したりとか、でそのうちの一人の方にもお会いして、それ今高校の先生になってるんですけども、うん、例えばこれもし子供の時に嘘ついてて引っ込みがつかなくなったっていうことだったとしたら、うん、もうそれは答えたくないとか言うと思うんですけど、うんうん、その人に聞いてもですね、これいや未だに何だったかわからなくて、逆に分かるんだったら教えてほしいんだよねみたいなことを、詳細を話すんで、もし答えがあるんだったら俺に教えてくれと。そうですね、で一緒に現場なんかも行ったりとかして、 あとはまあ そうですね、でその後今度またそれちょっと別のラジオでそういう番組放送したんですけど、うん、そしたらそれの後ですね、また当事者の一人の方からまた連絡が来て、うん、でやっぱり本当のことだから、うん、なんですかね、逆にもうその佐藤さんに解き明かしてほしいぐらいのことをこう言われたりとか。そうか、写真とか、はい、まあ、そこまだその写真そんなに一般の家にないのかっていう感じだもんね。でも今話聞いてて、こう何か半分に丸いもの半分に切った中で中でキラッと光ってる、うん、一寸帽子もそうでしょって感じするもんね、やっぱね。その時代ね、それも一寸帽子の時もそれ出てきて、ね、お椀の中になんかキラキラしたもの入ってるっていう、なんか乗ってる、椅子帽子だ、椅子帽子 UFO 説UFO 説確定しました今ね、不思議なことがありますけど、本題に参ります。世界の知られざる偉人エピソード一人目はこちらです。墓から蘇ったゾンビ男クレアビル・ナルシース。1962年ハイチの小さな村に暮らすクレアビル・ナルシースが亡くなりました。家族は彼の死を確認してから埋葬。それから18年後、ボロボロの服を着たうつろな目をした男が村に現れました。そして男は自らをクレアビルだと名乗りました。クレアビルは墓に埋められた後、見知らぬ男によって掘り起こされ、頬を撃たれて目を覚まします。その後サトウキビ農場で奴隷として働かされていて、今そこから逃げてきたというんです。にわかには信じられないこの話。しかし現地の人は彼の話を受け入れました。ハイチでは昔から黒魔術のある方法で人間をゾンビ化できると信じられていたんです。その方法とはゾンビパウダー。ゾンビパウダー何ゾンビパウダー。ゾンビパウダーっていうものがあって、はい、それを人にもう食べさせるのか振りかけるのか分からないけど、はい、とゾンビになっちゃう。そうですね、まあ、ゾンビって今例えばその映画で、まあ、B 級的なこう、はい、本当なんですか。そうですね、
もう本当にこういう事件なんですけど、うん、当時ですね、そう中学生の少年たちが田んぼで見つけて、それを一回家に、まあ水かけたりとか、なんかブロックをぶつけたりとかして、うん、反応を見たんですけど、反応がないから、一人の少年がそれを家に持って帰るんですよ、うん。で、みんなでなんかお菓子とか食べたりしてる時に、降ってみたらなくなっていて、うん、で、どうしたんだろうと思って、また翌日行ったらまた同じ場所に、その、UFO っていうか、小型の本当にサッカーボール台ぐらいのものなんですけど。あれだ、だけ12番街の奇跡でしたっけ、あ、はい、あのぐらいの感じのサイズのものが飛んでる、はい、落ちてたってこと。そうですね、じゃあ小型宇宙人が乗ってる、そう、乗ってるとすればですけどね、そういうことなんですか。そうですね、それでまあ、この事件が特異というか、奇妙なのは、まあ、当時それ当然、まあ、これ子供たちのいたずらじゃないかって思うと思うんですけど、うん、まあ、その後ですね、いろんな専門家の人とか、それこそ少年たちの両親とかですね、いろんな人も見てるんですよ、実際に。うん、で、中を見たら、なんかこう、なんていうんですかね、ボールを半分に切ったような、お椀のような形なんですけど、なるほど、その中で、なんかこう、ピカピカ何か光ってるのが見えたと。はい、とか、というか変なエピソードがたくさんあって、はい、あとはまあ、誰かにですね、なんか大人に見てもらおうって言って、少年たちがそれをビニール袋にまた包んで、うん、腕にくくりつけて、うん、自転車に乗って、そっちに向かってる最中に急にこう腕が引っ張られて、うん、で、その自転車が倒れちゃうんですよね。転倒して、で、袋の中見たらもう UFO がなくなってるとか、なんかそういうことがたくさんあったんですよ。で、まあでも、あくまでやっぱ子供が言ってることなんで、まあどこまで行ってもあれじゃないかって思うんですけど、うんうん、まあ、例えばですね、そう、実際その作家の遠藤周作が当時、はい、アーンってありますよね、今もありますけど、はい、ファッション誌。ファッション誌、はい。あれで遠藤周作はなんかその不思議系のこう連載をやっていて、はい、実際そこに調べに行って、少年たちと話を聞いた結果、まあ、少年たちがその事実関係をめぐって言い争いを始めたそうなんですよ。で、その状態っていうのがすごくリアリティがあって、少なくともなんか口裏合わせたらみんなこう、誰かが黙ったりとかし、こうやるじゃないですか。だけどこう、みんなが言い争いを始めるくらいなんか本気な感じで、遠藤周作もこれ何かあったとしか思えないっていうふうに書いていたりとか。まあ、UFO かどうか分からないけど、何かがここであったんだろうな、そうですね。はい。で、まあ、あと、八尾純一さんもですね、当然言ってまして、で、やっぱりいろいろ調べた結果、大人にもインタビューしてるんですけど、まあ、あんなもの見たことがないっていうようなことを言っていて、はあ、はい、それからじゃあ、忽然と姿を消して、はい、ある時消して、もう二度と現れない、はい、そうですね、そういうことを何回か繰り返して、最後は消えちゃったままだったんですけど、で僕も実際、去年、ここに話を聞きに行ったんですよ、はい、で、まあ、その当時の生きてるでしょ、多分この72が、漫画太郎がね、あ、はい、書いてるやつですけども、はい、持ってますよ。いや、面白いところって、まだまだいっぱいあるんだなって思いますしね。はい、で、知らないことって多いなっていうのは、そこでもと思いますよね、やっぱりね。今まででも、何カ国、まあ、都市にしたら大変な数だと思うんですけど、何カ国ぐらい行かれたんですか？今までですね、大体100カ国ぐらいですね。はい、やっぱりね、こう全然そういうものに疎い、まあ、我々というか、一般の感覚で言うと、はい、まあ、不思議な場所、筆頭はピラミッドだったりとか、はい、まあそういう、まあストーンヘンジだったりとか、はい、ああいうものっていうのはパッと頭に浮かんだりするんですけども、はい、こう国別で言うと、はい、どの国がやっぱちょっとそう不思議なものっていうのが多いんです？何をもって不思議かっていうのはまたいろいろ尺度があると思うんですけど、うん、単純にやっぱその、例えば UFO だったらアメリカだったりとか、うん、あとは、なんかその、なんですかね、変わった人が多いとかだったらやっぱインドとか、ああ、そうか。まああと中国とか。サドゥみたいな人とか。まあそういう、そうですね。はい。あと中国もやっぱいる。中国もやっぱなんか、なんていうか、むちゃくちゃなものが多いというか、変なテーマパークとか、変なマンションとか、なんかこう、まあお金があって、土地が広いとこって言われてやっぱ、変なものが作られがちかな。お金があって土地が広くて規制が甘いっていうところ。そうですね。はい。その辺は。無茶が効くところとか。野放しになっていくことが多い。そうですね。はい。チャキさん、はあ、ほら国内の、ね、UFO 事情を知りたい。だからね、いろいろその UFO 目撃団みたいなやつもあったりとか、うん、それこそどこどこにね UFO 呼べるおっちゃんがいるみたいな話とか、いろいろ国内とか日本人 UFO 好きじゃないですか、うん、なんだかんだ言って、はい、でそうなってくるとやっぱりその国内にも一人や二人宇宙人がもう潜んでいたりとか来てんじゃねえかっていう人とかっていうのはないですか、はい、うん、潜んでる、まあ、そういうこと言ってる人もいますけど、はい、そうですね、まあ、日本だと最近はあんまり聞かないんですけど、昔
あの70年代とか80年代ですね、うん、結構日本でもいろいろな事件が起きていて、うん、まあ、有名どこで言うとあのケラ事件っていう事件があるんですけども、それがまあ面白いかなと。ケラ事件、はい、ケラ事件というものを簡単に私説明させていただきます、はい、あ、ケラ事件って漢字なんだね。そう、はい、会っていう字に介護の会、介護の会に良い、はい、でケラ事件、はい、これ1972年高知県のケラに住む13歳から14歳の少年が田んぼで UFO を発見します、うん、次の日お友達数人で田んぼ見に行くと、田んぼの真ん中に UFO が落ちていました。うん。一人の少年が UFO を袋に入れて持ち帰るんですが、何？次の日には消えていたそうなんです。うん。さらに翌日、また田んぼに UFO が落ちていました。うん。少年たちは UFO を捕まえては消えて逃げられるっていうことを何度も繰り返したということです。これまず UFO が落ちていたって表現もどうかと思うんですけど、UFO 落ちている UFO を袋に入れて持って帰って、って帰ってるとか、なんかそういうことがたくさんあったんですよ。ほう。で、まあでも、あくまでやっぱ子供が言ってることなんで、まあどこまで言ってもあれじゃないかって思うんですけど、うん、まあ例えばですね、そう、実際その作家の遠藤周作が当時、あーんってありますよね、あの、うん、今もありますけど、はい、ファッション誌。ファッション誌、はい。あれで遠藤周作はなんかその不思議系のこう連載をやっていて、はい、実際そこに調べに行って、少年たちと話を聞いた結果、まあ、少年たちがその事実関係をめぐって言い争いを始めたそうなんですよ。でその状態っていうのはすごくリアリティがあって、少なくともなんか口裏合わせたらみんなこう誰かが黙ったりとかしこうやるじゃないですか、うん、だけどこうみんなが言い争いを始めるくらいなんか本気な感じで、うん、遠藤周作もこれ何かあったとしか思えないっていうふうに書いていたりとか、まあ、UFO かどうか分からないけど何かがここであったんだろうな、そうですね、はい、でまあ、あと八尾純一さんもですね当然言ってまして、はい、でやっぱりいろいろ調べた結果、大人にもインタビューしてるんですけど、まあ、あんなもの見たことがないっていうようなことを言っていて、はあ、はい、それからじゃあ忽然と姿を消して、はい、ある時消してもう二度と現れない、はい、そうですね、そういうことを何回か繰り返して、最後は消えちゃったままになったんですけど、で僕も実際去年ここに話を聞きに行ったんですよ、はい、でまあ、その当時の生きてるでしょ、多分この72年に13歳14歳って言ったら、ね、そうですね、今だから50から60ぐらいの人たちで、うん、で、まあ、そのうちの一人の人は、まあ、例えば、結構10人ぐらいの少年が関わってるんですね、目撃したりとか。で、そのうちの一人の方にもお会いして、それ、今、高校の先生になってるんですけども、うん、例えばこれ、もし子供の時に嘘ついてて、引っ込みがつかなくなったっていうことだったとしたら、もうそれは答えたくないとか言うと思うんですけど、うんうん、その人に聞いてもですね、これ、いや、未だに何だったか分からなくて、逆に、分かるんだったら教えてほしいんだよね、みたいなことを。あ、詳細を話すんで、もし答えがあるんだったら俺に教えてくれと。そうですね。で、一緒に現場なんかも行ったりとかして、で、あとはまあ、そうですね。で、その後今度また、それちょっと別のラジオでそういう番組放送したんですけど、そしたらその後ですね、また当事者の一人の方からまた連絡が来て、うん、で、やっぱり、本当のことだから、うん、なんですかね、逆にもうその佐藤さんに解き明かしてほしいぐらいのことをこう言われたりとか、そうか、写真とか、はい、まあ、そこまだすまじ写真そんなに一般のようにないのかっていう感じだもんね、はい、でも今話聞いてて、こう何か半分に丸いもの半分に切った中で中でキラッと光ってる、一寸法師もそうでしょって感じするもんね、やっぱね、その時代ね、それも一寸法師の時もそれ出てきて、お椀の中になんかキラキラしたもの入ってるっていう、なんか乗ってる、一寸法師だ、一寸法師 UFO 説UFO 説確定しました今ね、不思議なことがありますけど、本題に参ります。世界の知られざる偉人エピソード一人目は、まあ、例えばですね、そう、実際その作家の遠藤周作が当時、はい、あーんってありますよね、今もありますけど、はい、ファッション誌、ファッション誌、はい、あれで遠藤周作はなんかその不思議系のこう連載をやっていて、はい、実際そこに調べに行って、少年たちと話を聞いた結果、まあ、少年たちがその事実関係をめぐって言い争いを始めたそうなんですよ。で、その状態っていうのがすごくリアリティがあって、少なくともなんか口裏合わせたらみんなこう、誰かが黙ったりとかし、こうやるじゃないですか。だけどこう、みんなが言い争いを始めるくらいなんか本気な感じで、遠藤周作もこれ何かあったとしか思えないっていうふうに書いていたりとか。まあ、UFO かどうか分からないけど、何かがここであったんだろうな、そうですね。はい、で、まあ、あと、八尾純一さんもですね、当然言ってまして、はい、で、やっぱりいろいろ調べた結果、大人にもインタビューしてるんですけど、まあ、あんなもの見たことがないっていうようなことを言っていて、
はあ、はい、それから彼女は忽然と姿を消して、はい、ある時消してもう二度と現れない、はい、そうですね、そういうことを何回か繰り返して、あの最後は消えちゃったままになったんですけど、で僕も実際去年あのここに話を聞きに行ったんですよ、はい、でまあその当時の生きてるでしょ、多分この72年に13歳14歳って言ったら、ね、そうですね、今だから50からあの 60ぐらいの人たち で、はい、でまあ、あのそのうちの一人の人は、まあ、例えば結構10人ぐらいの少年が関わってるんですね、目撃したりとか、うん、でそのうちの一人の方にもお会いして、それ今高校の先生になってるんですけども、うん、例えばこれもし子供の時に嘘ついてて引っ込みがつかなくなったっていうことだったとしたら、うん、もうそれは答えたくないとか言うと思うんですけど、うんうん、その人に聞いてもですね、これいや未だに何だったか分からなくて、逆に分かるんだったら教えてほしいんだよねみたいなことを、あ、詳細を話すんで、もし答えがあるんだったら俺に教えてくれと、そうですね、で一緒に現場なんかも行ったりとかして、 あとはまあ そうですね、でその後今度またそれちょっと別のラジオでそういう番組放送したんですけど、うん、そしたらその後ですね、また当事者の一人の方からまた連絡が来て、うん、でやっぱり本当のことだから、うん、なんですかね、逆にもうその佐藤さんに解き明かしてほしいぐらいのことをこう言われたりとか、そうか、写真とか、はい、まだそう、写真そんなに一般の家にないのか、ね、っていう感じだもんね、はい、でも今話聞いてて、こう何か半分に丸いもの半分に切った中で中でキラッと光ってる、うん、一寸法師もそうでしょって感じするもんね、うん、やっぱね、その時代ね、それも一寸法師の時もそれ出てきて、ね、お椀の中になんかキラキラしたもの入ってるっていう、なんか乗ってる、椅子帽子だ、椅子帽子 UFO 説UFO 説確定しました今ね、不思議なことがありますけど、本題に参ります。世界の知られざる偉人エピソード一人目はこちらです。墓から蘇ったゾンビ男、クレアビル・ナルシース。1900ネバダ州にあるアメリカ軍の施設エリア51、はあ、施設周辺は立ち入り禁止で異常な緊張感、それなのに近くの街は観光地化していて宇宙人の像が立っている、うん、そんな不思議な場所や奇妙なものにハマってしまった佐藤さんは、その後 UFO の聖地を訪ね南米に行ったり、雪男を調べにヒマラヤに行ったり、なんだかんだしているうちに今に至ったそうです、うん、写真集機械遺産、機械遺産2は4000円以上にもかかわらず異例のベストセラー、TBS テレビのクレイジージャーニーのパイロット版ではインドネシアにある青く光る山を撮影し大反響、そして5月にですね発売となりました世界の不思議な遺産や伝説を地図にした本、世界不思議地図ザ・ワンダーマップもすでにもう重版がかかっているということで、今大人気の写真家佐藤健二さんです。ねえ、ね、何滝さん機械遺産持ってるんですか。機械遺産持ってますよ。へえ、はい、写真集、うんうんうん、持ってます、持ってます、帯が漫画太郎がね、あ、はい、書いてるやつですけども、はい、持ってますよ。いや面白いところってまだまだいっぱいあるんだなって思いますしね、はい、で知らないことって多いなっていうのはそこでもと思いますよね、やっぱりね。今まででも何カ国、まあ、都市にしたら大変な数だと思うんですけど、何カ国ぐらい行かれたんですか。今までですね、大体100カ国ぐらいですね、はい、やっぱりね、こう全然そういうものに疎い、まあ、我々というか一般の感覚で言うと、はい、まあ不思議な場所筆頭はピラミッドだったりとか、はい、まあそういう、まあ、ストーンヘンジだったりとか、はい、ああいうものっていうのはパッと頭に浮かんだりするんですけども、はい、こう国別で言うと、はい、どの国がやっぱちょっとそう不思議なものっていうのが多いんです。何をもって不思議かっていうのはまたいろいろ尺度があると思うんですけど、うん、単純にやっぱその例えば UFO だったらアメリカだったりとか、うん、あとはなんかその何ですかね、変わった人が多いところだったらやっぱインドとか、ああ、そうか、まああと中国とか、サドゥみたいな人とか、まあそういう、そうですね、はい、あと中国もやっぱいる、中国もやっぱなんていうかむちゃくちゃなものが多いというか、あ、変なテーマパークとか変なマンションとか、なんかこう、まあ、お金があって土地が広いとこって言われてやっぱ変なものが作られがちかな、お金があって土地が広くて規制が甘いっていうところ、そうですね、はい、その辺は無茶が効くところとか、あ、野放しになっていくことが多い、はい、そうですね、はい、チャキさん、はあ、ほら国内のね UFO 事情を知りたい、だからね、いろいろその UFO 目撃団みたいなやつもあったりとか、うん、それこそどこどこにね UFO 呼べるおっちゃんがいるみたいな話とか、いろいろ国内とか日本人 UFO 好きじゃないですか、うんうん、なんだかんだ言って、はい、でそうなってくるとやっぱりその国内にも一人や二人宇宙人が
もう潜んでいたりとか来てんじゃねえかっていう人とかっていうのはないですか、はい、潜んでる、まあ、そういうこと言ってる人もいますけど、はい、そうですね、まあ、日本